なんでこんなところに来たんだ。のんびり買い物ってわけでもねえだろ。それがね、このデパートで夜になるとどこからか女の鳴き声が聞こえてくるっていう噂があって。おいおい、やめろよ。別に俺たちは幽霊探ししてるわけじゃねえんだからよ。だからそれが幽霊って決まったわけじゃないでしょ。もしかしたら妖怪かもしれないわけだし。そりゃそうだよ。あ、まあ噂だからどこまで本当かわかんねえけど。だから調べた方がいいかなって思ったのよ。そうだな。じゃあ夜になるまで待たなきゃな。さあ夜になったわ。それでどうすりゃいいんだ。その噂の真相を確かめるの。確かめるっつってもな、どうすりゃいいんだ。調べるのよ。調べるってしらみつぶしか。他に方法ある？ちょっと待って、どこかから声が。やっぱり声が聞こえるわ。噂は本当だってことか。そうね。さあ正体を突き止めましょう。声は向こうから聞こえてくるぞ。倉庫の方ね。ここはマネキンがいっぱい置いてあるぜ。声が聞こえるわ。あれか。女の子が泣いてるぞ。妖気がする。妖怪ね。今までの妖怪とはタイプが違うな。どうする？よし、とりあえずお友達になろう。何言ってんのよ、あれは妖怪よ。いや、それはあまり重要ではないぞ。あ？この場合あの子が妖怪かどうかは大きな問題じゃない。問題はあの女の子が可愛いということだ。分かったわよ。勝手に仲良しにでも何でもなってちょうだい。ねえ、君何を泣いてるの？あなたは？俺、バースって言うんだ。君は？あたし、名前なんてマネキンだから。そっか。じゃあ、なんて呼んだらいいかな。色が白くて可愛いお人形みたいだから、ドールって呼ばせてもらうか。ドール？いや。ううん。じゃあ決まり。とりあえずさ、泣いてるわけを聞かせてくんない？うん。あたし寂しかったんです。ずっと一人ぼっちで立っててすごく寂しかった。そうだよな、一日中ずっと立ってんだもんな。それに人前で裸にされたりして恥ずかしいし。あ、うん。私マネキンだからあんまりわがまま言っちゃいけないって分かってるんだけど、お客さんに見てもらって喜んでもらえばいいのに、誰も見てはくれないのに、ずっと一人で立ってなきゃいけなくて、仕事が終わったら倉庫にしまわれて、暗くてすごく寂しくって。それで毎晩泣いてたっていうわけ。うん。
そうだよな。昼も夜もずっと一人ぼっちじゃん。これだったら暴れ出すだろうな。でも私はマネキンだから、じっとしてることが役目だから。じゃあさ、俺そばにいよっか。え、本当に？ああ、どうせ俺もそんなに忙しいわけじゃないし、俺でよければ一緒にいてあげるよ。本当に？本当にいてくれる？ああ。じゃあ約束ね、指切り。まあいいよ、指切りと。出てこいよ。別にそんなんじゃ。バースさん、今日はありがとうございました。そんな礼言われるほどのこっちゃないけど、今日はとっても楽しかったです。ずっとバースさんがいてくれて。あの、明日も来てくれますか？ああ、いいよ。明日だけじゃなくて、毎日来てあげるよ。本当？嬉しい。でも、バースさん、どうしてそんなに優しくしてくれるんですか？私、何もお礼できないし。いいよ、お礼なんて別に。でも、そうだな、どうしてって言われても、なんて言うんだろう、妹みたいだからかな。妹ですか？うん、俺故郷に妹を置いてきたんだけど、なんか似てるんだよな。どこかってわけじゃないんだけど、だからお礼だなんて気にしなくていいよ。君が元気なのが一番いいからさ。じゃあ私、バースさんのことお兄ちゃんと思って甘えていいですか？はいいよ。嬉しいな。私ずっと一人ぼっちだったのに、お兄ちゃんができちゃった。生まれてきて本当によかった。おい、そんなオーバーな。あ、そうだ、今日買ったんだけどさ、似合うかなと思って。これ。私に？うん、安物だけどさ、俺からのプレゼントもらってくれる？こんなところで。ずいぶんあの子が気に入ってるようね。バーカ、そんなんじゃねえよ。あの子危険よ。危険？何がだよ。今までの妖怪とは違うわ。一番人間に近い感情を持ってる。だからなんだってんだよ。
いいだろ、人間に近いんだったら俺たちと同じようなもんじゃねえか。一番不安定な時期の感情を持ってるのよ。人間の女の子ならともかく、相手は妖怪。もしその感情が爆発するようなことになったら。お前なあ、やきもちも度が過ぎると可愛くねえぞ。そんな風にしか取ってくれないのね。いいから行こうぜ、もう腹減っちまった。私のことを見守っててくれる。こんなに一日一日が楽しいなんて初めて。あれ、あの女の人、ばあさんの知り合いなのかな。ひょっとして恋人なのかな。ばあさんみたいな素敵な人だったら恋人がいても変じゃないもんね。どうしたんだよ。別に、ただちょっと心配になったから。心配って何が。あの子のこと。まだ言ってんのか。大丈夫だよ、すんげえいい子なんだから。とっても仲が良さそう。やっぱり恋人なのかな。ばあさん、あたしといる時より楽しそう。やっぱり私はばあさんにとっては妹でしかないのかな。私はばあさんのこと。いらっしゃいませ。うちの娘に買ってく服が欲しいんだけどね。どういうのがいいかね。金はいくらかかってもいいんだけど。お嬢様へのプレゼントでございますね。でしたらこちらへどうぞ。え、あー、なベベじゃの。あ、これがいい。みこれくれ。はい、ありがとうございます。ただこちらの商品在庫がございませんで現品のみになってしまうのですが。あー、かまわない、これでいい。こいつ包んでくれ。はい、少々お待ちください。え、あ、やだ、そんな恥ずかしい。ワンさんがいるのに。このイヤリングもセットかい。それはバースさんにもらった。バース、あれなんだこりゃ。君んとかこんな安物を置いとくのかね。え、あ、いえ、それはうちの商品ではないと思いますが。まったくこんな安物、娘には不似合いだ。あの親父、何しやがる。だか、あんな安物置いといたらこのデパート自体の品位が問われるぞ。バースさんにもらった大切なイヤリング、たった一つの大事な大事な宝物だったのに、こんなこんなのって許せない。絶対に許すもんか。うわドル、やめろ、やめるぞ。なんでだよ。
はただ静かに立ってるだけで、なんでこんなことに。バス、早く何とかしないと。このままじゃ。違う、あの子は悪くなんかない。バス、悪いのはあいつじゃねえか。あいつが変なことしなきゃこんなことには。だからって人間を襲い始めてるのよ。ほっとくわけにはいかないわ。自業自得だ。あの子は悪くなんかない。バース、いいわ、私だけでも何とかするわよ。許さない、許さない。幸せだったんだ。それなのに、たったそれだけの幸せをなんで壊されなきゃいけねえんだよ。許さない、人間を。嬉しいな、私ずっと一人ぼっちだったのに、お兄ちゃんができちゃった。ばあさんに会えて本当によかった。ごめんなさい、せっかくバースさんにもらったイヤリング壊れちゃった。気にするなよ、また買ってあげるからさ。よかった。ドール、まったく気をつけてもらいたいもんだ。あんな危険なもんをデパートに置いとくなんて。マネキンだか妖怪だか知らんが、人間様に危害を加えるようなもんはきちんと取り締まってもらわんとな。てめえ、人間がそんなに偉いのか。人間だったら妖怪傷つけてもいいっていうのか。お前にあの子の気持ちが分かんのか。一人ぼっちで寂しかったあの子の気持ちが分かんのかよ。やっと見つけたちっぽけな幸せを奪う権利があんのかよ。人間がこの世で一番偉いとでも思ってんのか。思い上がるのもいい加減にしやがれ。バース、
横を座ってもいい？ああ。なあ。ん？俺たち、何のためにこんなことやってんだろうな。何のためにって？人間は、俺たちと仲良くしようなんて、考えてないんじゃ。そんなことないわよ。そりゃあ中にはあんな人だっているかもしんないけど、みんながそうじゃないわ。私たち魔族にだって友好に反対する一角族みたいな連中だっているんだし。そうだな。私たちが頑張ってみんなが仲良く暮らせるようになれば、もう誰も悲しい思いをすることもなくなるわ。そうするのが私たちの役目よ。あの子のためにもね。そうだな。そうだよな。ライムさん、バースさん、何やってるんですか？そんなところで。近くに美味しいケーキ屋さんがあるんですけど、一緒に行きませんか？わかったわ。すぐ降りていく。行きましょう。な。とっても美味しいケーキがあるんですよ。みずきちゃん、いろんなとこ知ってるね。もっといっぱいあるんですよ。今度またみんなで行きましょうね。みんなで行こうな。いつか、きっと。